我が家のバラもだいぶ咲き揃ってきて、すごくいい香りです。ピンクのグラデーションがすごい可愛いです。で、風でいい香りがしてきます。はい、本日のバラ、まずはパレードです。うちでは10号鉢で咲かせています。だいたい私の目線のちょっと下ぐらいにこの花たちが来てます。すごいつるバラにしては珍しく四季咲き性が高いですよね。結構夏でも咲いてくれるし、で、ちょこちょこ咲いてくれてました。香りもね、微香って書いてあるんですけど、本当にお花を近づけるとかすかにします。微香の上ですかね。で、パレードって意外と壁の下の方からもお花が咲いてくれるんですよね。で、私つるバラの扱いが下手なのでこんなしょぼくなってますけども、すごくもう使い勝手のいいバラだと思います。バラをたくさんは植えれないけど、いくつかつるバラが欲しいって植えたいなっていう時、こういった元気のいい色で壁面を一面に飾りたいなっていうお宅にぴったりだと思います。私ももうちょっとパレードを上手に扱えるように練習します。次はイングリッシュローズの中でも私が本当に買ってよかったなぁと思ったスノーグースです。まだ下の方にしか咲いてないんですけれども、上の方にもつぼみがたくさんあります。この子ものすごい四季咲き性が強いですよね。で、ひっきりなしにつぼみが出てきて咲いてる印象です。確かこの子は去年の夏のバラの家のセールからやってきた子だと思います。で、秋一番遅くまで、なんか夏の間からちょこちょこ咲いてくれてました。だいたいこのぐらいの葉の数はある感じで咲いてくれてたような印象があります。立ち上がって上から見た感じです。本当に春にハマキムシにだいぶやられたはずなのに、もう全然大丈夫な感じですよね。葉っぱもそれなりにあって元気よく見えます。で、去年の秋、夏から秋の間にだいぶ伸びたので大きく咲かせられるかなってちょっと期待してたんですけど、今年の春でも春先にだいぶ枝枯れしちゃって、短くなっちゃったんですよね、枝が。結局今年の春はたくさんのバラに枝枯れが見えたので、この子だけではなかったし、だから毎年枝枯れで枝が短くなるってことではないとは思うんですけれども、この子は本当に気に入ったので大きく育ててみたいです。かわいい。ちょっと香りは、本当に微香って書いてあるんですけれども、あまりわかりません。でも秋深くまで咲いてくれるいい子です。はい、で、こちらはウィリアムクリスティ2015、今年初めて咲かせてみました。春一番にヨトウムシに葉っぱを全部食べられちゃった子なんですけども、まあ回復してくれました。で、上の方につぼみが小さいのがいくつかあります。で、この子もまだ6号鉢で
誘引とかもしてあげてないので、こんな感じですけども、かわいいです。香りはほぼわからないんですけれども、こちらが咲き始めの感じで、この咲き進んだシュクシュッとなった柔らかい感じのお花もすっごいかわいいです。私は好きです。ウィリアム・クリスティ2015、本当に気に入りました。この子もいいですね。あのシュラブっていうのが好きなように仕立てられて今一番好きです。こんなね、株元から咲かせられますし、今のお花が終わったら8号鉢に植え替えて、で支柱を立てて誘引してあげようと思います。はい、次は木村拓則先生のニューサです。すごく自然な感じで可愛いですよね。あのうちではいつもこんな感じでポツポツと咲いてる感じです。割とひっきりなしに咲いてくれます。うちではだいたいいつもこんな感じで、全体が真っ白になるような咲き方はしてないですね。雪が降ったみたいに株全体が真っ白になるバラも好きですけども、こんな感じの咲き方も清楚で自然で可愛いと思います。でこの子はお花を近づけるとほんのわずかですけども香りもあるようです。それで次のこの子なんですけれども、さあ誰でしょう。この子はうちで全くうまく育てられないボレロなんですね。じゃーん、この子なぜか全然皆さんのお宅のように綺麗に咲いてくれないんですよね。あの今年一番のお花がこれとこれだったんですけども、今お花が終わってしまってるんだけど、こんな感じですね。こんな感じで、あのつぼみの時からこんな感じだったんですよ。何ですかね、わからないです。それでそれかだいたいこんな風にあの焼けちゃったみたいな、傷んじゃった、まあ雨で傷んだんですかね、これは感じになったりして。でこの子もなんとなく形がおかしいです。いびつですよね。こちらもちょっと傷んじゃってます、白が。この子はうまく咲いてくれるかなって感じですけども、いつもこんな感じなんですよね。変形してたりとか、なんか調子の悪い株なんですかね。確かもう4年ぐらいうちにいるんですけども、全然うまく咲かせられません。それであのすごく香りで有名な子じゃないですか。香りがいい、香りがいいってみんなおっしゃるので購入したんですね。で香りも中高の下ぐらいしか感じないんですよ。私の個人的な感覚がおかしいのかよくわからないんですけども、私のお花の感覚があの人様と違うのかもしれないんですけど、よくて中の中ぐらい、中高の中ぐらいしか香りも感じません。うちは寒冷地なんですけれども、何か育て方にコツがあるんですかね。うまく咲かせてみたいです。はい、お次は香り飾りです。上の方にもまだつぼみが結構あります。かわいいですね。
遅咲きになりますよね。名前も可愛いですよね、香り飾りって。で、どうだろう、お花を近づけると分かるくらい、中高くらいですかね。こちらは咲き始めの感じですね。なんか懐かしいお花の香りがします。全体で見るとこんな感じです。で、お次は吉池先生のベビーハンズ。この子もね、もう私ほんと大好きなんですけども、結構枝枯れとか刺しちゃってちっちゃくなっちゃったんですね。でも本当に年中よく咲いてくれる可愛い子です。香りはちょっとわからないんですけども、このゆったりしたゆるりとした咲き方とか雰囲気大好きです。ちっちゃくなっちゃったから大事に養生してまた大きく咲かせたいんですけれども、可愛くってよく咲いてくれるからつい咲かせちゃいます。まあリピートすればいいかなと思ってます。今日ご紹介した集計バラを集めてみたんですけれども、これだけでも私は可愛いと思います。薄桃シリーズです。はい、香り飾りとウィリアムクリスティ2015を加えるとこんな感じです。華やかになりますね。